おら、ワクワクすっぞ。え？霊夢？急に孫悟空になっちゃったりして、一体どうしたの？聞いてくれ。実はこの前、燃えよ剣の映画の宣伝を動画で見たんだけど、おら、ワクワクゾクゾクしちゃったわよ。時代を追うな、夢を追えって痺れるわ。ああ、確か新選組の話だったよな。新選組は生き様がかっこいいってところが人気だけど、実はいろいろな謎を多く残しているし、全貌がはっきりしないところも魅力だよな。え、新選組ってそんなに謎が多いの？え？知らないのか？芹沢鴨の話とか、池田屋事件とか、謎の多い話がいっぱいで面白いんだぜ。鴨そばとか、池田の居酒屋なら知ってるけど、そのあたりはさっぱりだわよ。それ、新選組全然関係ないじゃないか。新選組レベル1ぐらいだな。レベル1は悔しいわ。それじゃあ、マリサ。今日は新選組についてわかりやすく教えてよ。わかったぜ。じゃあ今回は、新選組と未だに解明されていない、最大の謎を7つ取り上げて解説していくぜ。ゆっくりしていってね。まず、新選組についてざっと説明しておくぜ。新選組は、江戸時代末期に活躍した剣豪の集団だが、もともとは三風呂牛組という名前だったんだ。最初から新選組だったわけじゃないんだね。そうだ。文久2年に、14代将軍家茂が上洛する際に、清川八郎の検索で将軍警護の名目で、幕府が江戸で浪士を募集し、文久3年2月に、約200名の浪士組が京都へやってきたのが始まりだ。200名もいたんだ。思ったより多いのね。うん。けど清川は実は勤皇派だったので、京都に到着後、浪士組を天皇配下にしようとしたんだぜ。え？じゃあ騙されて集められたってこと？そう。それでも清川の説得で、多くは清川に従ったが、芹沢鴨を中心とする水戸派と、近藤勇、土方歳三らの司令官派が、あくまでも将軍警護すると、京都残留を主張したんだ。あ、それ新選組の隊長さんたちだよね？うん。芹沢鴨と近藤一派の残留組は、三部村の八木邸や前川邸、およびその周辺の邸宅を屯所としたんだ。オリジナルメンバーは24名で、第一次の大使募集を行った後に、36名余りまで増加したらしい。そしてつてを頼って京都守護職松平かたもりの、お預かりという身分となって、京都の治安維持に努めることになるのだが、これが新選組の前身、三風呂牛組の発足なんだぜ。そうなんだ。まだ新選組じゃないのね。新選組と名乗ったのはいつからなの？おう。これは文久3年の、8月18日の政変の時からだ。三風呂牛組も出動して御所警護したのだが、その働きを評価されて新選組と名前をもらったと言われているんだぜ。え、それは一体誰がつけたのかな？これが新選組の第一の謎だ。武家伝奏からという説と、京都守護職の松平かたもりからもらった説があるんだぜ。説が二つあるんだね。うん。だけど、新選組は昔から会津藩にあった武芸に秀でた藩士で剣客集団の名だったというから、松平かたもりからもらったというのが正しいような気がするんだ。なるほど、三風呂牛組よりずっとクールだわ。それに公家さんよりも、かたもり様に会津藩伝来の名前を付けてもらったというのは、励みになるわよね。だよな。かたもり様は、誠実そのもので強女も宮中でも、女性が騒いだというイケメンだしな。確かに整った顔ね。ちなみに、当時の京都は、尊王攘夷の長州藩士が自分たちの思った通りに朝廷を動かそうとして、公家たちに賄賂を送ったり、自分たちの主張と違う相手にテロを行ったりやりたい放題だったんだぜ。それは確かにやりすぎこじいね。しかも商家や民家に強盗に入ったり、強引に献金を要求したり、辻斬りも横行していたんだって。それなのにもともとの京都奉行所とか、京都諸士大とかいった幕府の役人は、そういう犯罪行為を取り締まるのに太刀打ちできないほど軟弱化してたんだぜ。え、長州藩って過激派だったのね。それで治安維持のために京都守護職の会津藩がやってきたわけだ。そう。かたもり様が幕府に頼まれて、断りきれずに悲壮な決意で会津藩士を千人連れてやってきたので、孝明天皇も大喜びで信頼しきっておられたんだけどさ、当時の感覚では犯罪の捜査や取り物って、卑しい仕事だったんだぜ。なので、会津藩士たちがそういう卑しい仕事をするわけにいかなくて困っていたところに、三風呂牛組が現れたってことで、歓迎されたのだぜ。え、市中取締りって卑しい仕事だったのかい？それは知らなかったわ。うん。現代では警察ドラマとか捕物帳の時代劇でヒーロー扱いだけど、昔は違ったのだぜ。そこで次の謎だ。第二の謎は、芹沢鴨一派暗殺事件だ。この同じ年の8月に、芹沢鴨らが、京都の生糸問屋大和屋小兵衛に金策に行ったのだよ。何それひどいじゃない。だよな、この頃は、
老子たちが大きな商店に行って、尊王攘夷だのなんだので活動資金を出せと、強要するのが流行してたんだな。芹沢鴨は一応そういう老子を取り締まる側なんだけど、この頃は新選組の活動資金も、そういう強引な献金要求で賄っていたんだよね。それでもさすがに強引すぎるわよね。芹沢らは他にも色々な事件を起こしたんだけど、さすがに放火はどうすぎているから、片森様も怒って近藤らを呼び出して、芹沢たちの処置を命じたと言われているんだぜ。そして9月。近藤、土方ら市営官派が、八木邸で芹沢かも、平山五郎の暗殺を決行したんだぜ。仲間に消されちゃったんだ。そうだ。その後、芹沢一派の平間重助は脱走し、野口健二は12月に切腹して、水戸派は一掃されたのだ。そして近藤らの市営官派が、組を掌握して局長の近藤を頂点とし、副長の土方が牛耳る組織が出来上がったという、ここから本来の新選組となったというキーポイントの事件なんだぜ。新選組、爆誕ってわけね。でも、ごめん。これのどこが謎なの？うん。身分頓所の八木家の人たちは、近藤、土方、沖田らが確かに夜中に芹沢らを襲撃したと語り残しているんだけど、近藤はふるさとへの手紙に芹沢たちが変死したと書いていたんだって。近藤さん、おめえらがやったんだろってこと？それと、芹沢と新党無念流の同門だった長倉新八には黙っていたみたい。身内のはずの長倉にも黙って犯人は長州藩士としていたのは、かなり謎じゃないか。なるほど。確かに、身内を粛清したって大きな声で言えないものね。次の謎は？三つ目の謎は池田屋事件だぜ。池田屋事件？旅館の池田屋に潜伏していた長州藩土佐藩などの尊王攘夷派士を、京都守護職配下の治安維持組織である新選組が襲撃した事件だ。8月18日の政変で長州藩も長州派の公家たちも失脚したんだが、尊王攘夷派はなんとか勢力を盛り返そうとしていたんだ。そして京都市内に潜伏して活動していたんだけど、源氏元年5月下旬頃、新選組の探索の結果、四条小橋上有新町の住田木義将の存在を突き止め、捜索によって武器や長州藩との書簡などを発見。そして副長土方が増谷喜右衛門を拷問した結果、本名を古高俊太郎という大見出身の尊王攘夷師で、祇園祭りの前の風の強い日を狙い、京都御所に放火し、混乱に乗じて中川宮朝彦親王を幽閉して一橋吉信と松平片森らを暗殺し、孔明天皇を長州へ連れ去るという計画を自白したというんだ。何それ怖い。だよな。そしてこの計画について、尊攘派の老子らが池田屋で会合を行うというのも自白したのだ。そこで新選組は会津藩に報告して、池田屋へ乗り込み、集まっていた長州や土佐その他のそうそうたる志士たちを討ち取ったのだ。またこの池田屋事件が、新選組の名前を天下になり響かせたということなんだぜ。それが池田屋事件ってわけね。で？それで何が謎なの？うん、実はな、土方の拷問で自白したのは、古高俊太郎という名前だけ、という話があるんだぜ。名前だけ？そうだ。新選組の日誌にはそう記録してあるらしい。それに、池田屋で会合があるとピンポイントで指摘したんじゃないことは、当日、近藤隊、土方隊、井上源三郎隊の3手に分かれて市中探索し、近藤隊が池田屋に突入した後で、井上、土方隊が援護に駆けつけたということでわかるよな。そしてこの御所に放火して孔明天皇を拉致する計画は、幕府側の記録にしかなくて、志士側の記録には一切ないのもおかしいのではと言われてるんだ。確かにおかしな話だね。当事者の木戸孝義日記に、新選組に逮捕された古高俊太郎を救うことを話し合う会合としか記されていないことで、新選組のでっち上げだったという説も出てきてるんだぜ。で、でっち上げ？そうだ。歴史上の事件はとにかく資料を重んじるのだが、自白した古高はその後処刑されているし、証明のしようがないのだけどな。え、土方さんはそこまでしたのかな？うん。この池田屋事件の影響で長州藩は7月に強硬派が軍を率いて京都へ来て禁門の変を起こしただろ？だから御所に放火して孔明天皇拉致事件の計画もやりかねない気もするぜ。そこまでするもんか？幕府側から見たら当時の長州はまさに政府転覆を狙うテロリスト集団だからな。まさかそんなこと、と思わずに幕府側も新選組も動いた。長州藩は何するかわからんと思われていたと見るべきかもだ。なるほどな。そして長須は禁門の変で朝敵となり、その後長州征伐が起こってと歴史的事件が続いていったのだよ。逆に新選組は、池田屋事件で知名度が上がって江戸で大使募集するくらいになったんだぜ。池田屋事件は、幕末のターニングポイントの一つだったのね。そう。そして次は、この池田屋事件で活躍したと言われる山崎進が第四の謎だぜ。山崎さん。
一体誰なのさ。この人は、大阪か山城の国出身で、石川薬問屋の息子と言われているんだけど、新選組の諸子調べ役、兼監察として有名なんだ。監察は情報探査を行うのが任務で、山崎は京都や大阪の土地勘があり、顔も聞くから資金調達とか、道案内とかにも重宝されたんだって。へえ、なんかとても頼りになる人なのね。かなりな。近藤、土方は、司令官道場以来の仲間しか信用しなかったのだが、山崎は別で近藤局長のお気に入りだったみたいだ。後に新選組に出入りして診察とか、大使の健康のためのアドバイスをしたり、将軍寺の松本良順に医学を学んで、新選組の医者だと笑わせたりしたと言われてるんだぜ。え、土方さんの右腕とかそんな感じだったのかな？すごい人だったのね。そう。池田屋事件でも、山崎らが増谷喜右衛門が怪しいと突き止めたし、小説なんかでは近藤局長が乗り込む前に、獅子たちの宴会で山崎がお手伝いに化けて潜入していて、獅子たちの刀を片付けるシーンなんかもあるんだ。それぐらい頭がいい人ってことね。名探偵コナン君みたいだね。しかしだな、池田屋事件では近藤局長以下、活躍した大使が褒美のお金をもらっているのに、その名簿に山崎進の名前がなくて、そもそもその日は出動せずに身分の遁所にいたという説もあるらしいんだよな。しかし、同じ観察で明治後も長生きした島田会の日記には、褒美のリストに山崎の名前が入っているらしいんだ。なので、探索の仕事のために山崎が偽名を使っていて、偽名で名簿に載っているのでは？とか、いや、池田屋事件での山崎の活躍は、下沢寛や柴良太郎の創作ではとか、はっきりしないのだ。山崎さんって、忍者とか隠密っぽい活躍をしてるから、本当の姿が記録されてないのかもね。だな。山崎は鳥羽伏見の戦いで負傷して、富士山丸で江戸に帰る途中に死亡して水槽にされたのだぜ。この時に近藤局長が船長に礼を言った話があるのだけど、一緒に船に乗っていただろう長倉新八や島田海良の式には、そのことが一切触れられていないんだって。なので、山崎は大阪で埋葬されたのではないかという説もあるし謎が多いんだぜ。まあ、最後も謎めいているなんて、さすが新選組の観察だね。よし、五つ目の謎は、三男圭介の脱走だぜ。三男は、仙台出身と言われているがはっきりしないんだぜ。江戸で小野派一刀流と北進一刀流千葉周作の門人となった後に、司令官道場の触覚となり近藤らと一緒に京都に来た新選組のオリジナルメンバーなんだぜ。新選組ではインテリの方で、土方に次ぐナンバーさんの総長として大使に慕われたみたい。ああ、司令官道場に入り浸ってた人なのよね。近藤さんたちの身内同然じゃん。そうなんだ。しかし三男は怪我をしたか何かで早くから新選組での活動が途絶えていて池田屋事件にも参加していないんだぜ。そして元治元年10月北進一刀流の同門の伊藤貸太郎が弟子たちを連れて新選組に入隊し三男の総長の上の役職の参謀に就任した後三男は翌年2月に書き置きを残して遁所から脱走したのだ。近藤と土方は三男と親しかった沖田総司に後を追わせたのだが沖田は大津で三男を捕まえて連れ戻した翌日脱走の罪で切腹解釈は沖田が務めた。三男の脱走は遁所西本願寺に移転するのに反対し副長土方歳三と対立したとか健康上の問題近藤に抗議する意味など諸説があるが謎だということだぜ。うん、沖田くんはなんで三男さんを逃がさなかったんだろ？だよな。これはきっと沖田が気が利かないというより、三男が観念して沖田に声をかけて身分に帰るって言ったと考えた方が自然な感じするよな。そうよね。怪我して思うように働けなかったか、新選組の方針と自分の主張が違ってきたのかもね。よし、次は6つ目だ。龍馬暗殺の犯人にされかかった謎だぜ。え、坂本龍馬の暗殺は新選組だったの？龍馬が暗殺された当時は、新選組が犯人とされてたんだぜ。龍馬と中岡慎太郎は、慶応3年11月15日に、京都の河原町たこ薬師の大宮の2階にいるところを襲撃されたのだ。が、龍馬はほとんど即死状態だが、中岡は2日生きていて、いろいろ話をしたのだ。その中で、犯人が来なくそという四国の方言を使ったとか、新選組じゃないかと話したというのだぜ。それに犯人の遺留品の刀の鞘が、新選組から分派した御用絵師の証言で新選組の原田佐之助のものだとされたとか。とにかく、龍馬が狙われているという噂は当時はかなり広まっていて、暗殺の数日前に、御用絵師の伊藤貸太郎と藤堂平助が大宮を訪れて、新選組と見回り組が狙っていると警告したという話もあるんだよ。そうなんだ、でも確か定説では見回り組旗本、御家人の指定で構成された、別の京都治安維持組織が犯人だったよね。そう、それは明治後に見回り組だった今井信夫が告白した後のことだぜ。暗殺後すぐに土佐藩が幕府に対して告発したので、
近藤局長が呼び出されてやってないと申し開きをしたんだけど、信じてもらえなかったのか、その後の戊辰戦争に色々影響があったのだよね。え、例えばどんな影響があったの？うん。それが次の7つ目、最後の謎につながるのだ。この後、幕末は大政奉還、王政復興、鳥羽伏見の戦いと進んでいったのだが、新選組は鳥羽伏見の戦いを、15代将軍慶喜が最高幹部たちを連れて大阪城からとんずらして江戸へ帰ってしまったのだ。そして勝海舟に後よろで丸投げして謹慎したんだけど、幕臣の間では徹底抗戦か標準化で揉めたんだよね。勝は江戸を火の海にしないようにと、抗戦派の新選組を江戸から追い出すみたいにしたのだ。そして近藤、土方らは紅葉鎮部隊として甲府城を目指したんだけど、甲府城は官軍に取られちゃって、近藤は流山で投降したんだぜ。この時近藤は幕臣の大久保大和を名乗っていたのだが、新選組の近藤勇とバレちゃったんだ。官軍は龍馬の暗殺が新選組の仕業と信じていたから、近藤にも切腹とかじゃなくて斬首という刑にしたんだぜ。そうなんだ。龍馬の恨み晴らさずに置くものかって感じだったのか。うん。それでさ、近藤は板橋の刑場で斬首され、アルコール漬けの首を京都に送って晒し首にしたんだけど、その後どこに埋葬されたかが謎なんだ。まあ、なんてことなの。そう、近藤さんの胴体は親族が掘り起こして近藤家の菩提寺に埋葬したと言われてるんだが、首は東本願寺のホッスが東大谷の山に埋めたという噂があるらしい。それと京都で新選組のために働いた通称会津虎徹が、土方に頼まれて、京都から会津まで近藤の首を運び、土方が会津の天寧寺に首塚を作ったということだよ。しかしだな、愛知県岡崎市の宝蔵寺にも近藤の首塚があるのだ。それと最後の地の樹徳寺にも近藤の墓が建てられて供養されたのだが、昭和時代の発掘調査で、男性のものと思われる遺骨が発見されたのだぜ。そして同じく近藤家の菩提寺の墓も、昭和時代の調査で、近藤が子供の頃に足を骨折したというのと同じ骨折跡のある遺骨が発見されたんだって。まあ、本物の近藤さんが埋められているのは、どこなのよ。だよな。そういえば土方さんの埋葬地も不明だぜ。当時は朝敵だったし龍馬の恨みを受けたのもあったろうけどさ。謎の多い組織を束ねてきた二人は、最後まで謎めいているってことかな。うん、謎だらけの新選組、ますます興味深くなってきたわ。これで未だ解明不可な新選組の謎7選の解説は終わりだぜ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。